テン、スイ、格闘技 TV 天水、始まりました。テンソブリカーです。スーチャーです。タイガーです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで本日のテーマお願いいたします。スーパーライジン全カード勝敗予想。さあ、来ました、スーパーライジン。全部出揃いましたね。揃いました。ついに。素晴らしいカードばっかりです。本当ですね。素晴らしいです。もう期待通りの。そうですね。はい。名カードそうですね。夏のもの。本当か、お前です。いや、いつだって自分も。一番悪いですよ。自分が一番怒ってたんですよ、さっき。こんなのもう、ブッチャの 100% のスーパーライジンからもうかけ離れてますね。うん。期待の 20% ぐらいにしか到達してない。で全く想像と違ったよね。本当に本当に、うん、MMA がほとんどないんだ。三浦孝太選手のみ。そうですね。ひどいなと思いますけど、まあ、やっていきましょうよ。まあでもね、楽しみなカードもその中でも実はありますんで、うん、あ、そうなの。はい、そこもちょっとぜひ見ていただけたらなと思っております。じゃあ1試合目から。1試合目、はい、1試合目はですね、まずコージ VS ジジーマック。おっ、来ました。これ見たかったっすね。どこが全然見たくないね。これは、ボクシングマッチになったってことですよね。そうですね。3分3なんのかな、はい、だからミクル選手とメイド選手の試合と同じような感じでやったと、うんうん、でコージ選手が、ミクル選手のおこぼれに預かるっていう。そうね、そうですね、うんうん、タケルと天心のおこぼれには預かりたくないと言ってましたけどね。ミクル選手のを預かるんですね。わけわからないっていうことも本当に、はい、この、まあ、コージ選手は、まあ、K1 から来て、うん、ライジンを盛り上げると、うん、マスカー天心とタケル戦を実現すると言ってライジンに来た、うん、選手になりますね。でジジーマックは、このエビネザーの、ボディーガード。そうですね。一番キャラが立ってるボディーガード。でもなんかな、ライジンのバラさんがさ、ブレイキングダウンのことを見習います。その結果がこれって。そうそうそう、なんかさ、本当センスないと思って。そうなんか一瞬でもさ、なんかあのジジーマックがさ、うん、こう突き飛ばしたことをさ、こう話題に出しちゃったの恥ずかしくなっちゃって。恥ずかしい。取り上げたもんね。そうそう、だから仕組まれてたものに乗っかっちゃったなと思って、うん、ちょっと後悔。反省してください。本当反省してます。メディアとして本当に、はい、ちなみにジジーマックは格闘技経験はどれぐらいあるんでしたっけ。私が調べた感じだとヨーロッパで、うん、2014年ぐらいかな、うん、にちょっと、格闘技をやってたらしい。MMA プロで。そうらしいです。でも私が見た記事だと、あの特にその戦績だったりとか、あの公式な記録が残ってないみたいで、うん、じゃあアマチュアなんじゃないかな、のかもしれない、うん、だからね、ちょっと分かんないんですよね。でもある人からはなんか UFC のランカーだっていうね。なんかね、生配信であったけど、そうそれは確実嘘だね。さすがにそれはない。さすがにそれだったらコージ選手断ると思うんで。そうね、これはボクシングマッチで、うん、はい、まあ、体重差があるボクシングマッチっていうことでね。そうだね、はい、そうだよね、まあ、そこが注目かなって感じなんですけど。そうそうそう、体重差多分結構あるよ。15とか20ぐらいあるかな、うんうん、じゃあ無理じゃん。はい、じゃあこれ、じゃあ勝敗予想、じゃあ天性ここバッチリ出してっていいですか。やるこれ、うん、はい、じゃあこれいります。うん、こうやらなくていいですか、うん、じゃあ次行こう、うん。ここやんない。やんない。全カード勝敗予想でここやらない。全カード。どっちでも良すぎるよ、これに関して。確かに。わかるわ。まあでもそうですね。いいんじゃん。どっち？ちなみにどっち？うん、ちなみにコージ選手。うん、わかりました。じゃあそれで。色んなしで。色んなし。コージでいい。うっす。どうしても言いたいみたいな。はい、興味なさそうだな。はい、じゃあ次行きましょう。はい。三浦孝太選手 VS ポーンスヌー。いやこれ、まあ、三浦孝太選手はね、キングカズ選手の、息子さんということで、うんうんうん、MMA に高校世代かな、はい、取り組んでいる選手になりますと、うんうんうん、でこのポンスヌーンに関してはですね、先生調べたんですけど出てきません。あ、そうなんですか。はい、どうやって調べるの。カタカナでポンスヌーンってやっても多分出ないと思う。いや、そう、英語もちゃんと、タイ語かな、うん、でちゃんと調べてやったんですけど、うん、出てきません。あ、それでもいいの。それでもいいの。動画も、Google の方も、どこも出てきません。え、じゃあまた直前で いなかったとかいう話になって試合が中止になるんじゃない。そう、もしかしたらポンスヌン選手のフェイスブックぐらいはあったのかもしれないですけど、はいはいはい、結局試合の動画っていうのは1個もなくて、ってことは、じゃあこれも勝敗予想できないってことですか。でこれはあれですよね、じゃあポンスヌン選手が、うん、なんだっけ、ボクシングの選手かな。そうね、バックボーンはなんか書いてあったね、ライジンのサイトに、うんうん、ボクシングやってたって。そう、でもボクシングの選手と三浦孝太選手が3分3ラウンドで MMA をするという、はいはい、でもボクシングでもなんか20勝15敗とかなんか勝ったり負けたりみたいな。でも結構勝ってるじゃないですか。うん、だからパンチ力はかなりあるって感じなんですかね。うん、分かんないけど、うん、まあ、なるほどね、どういう相手と戦ってるのか分かんない、ね、レコードはあまり綺麗じゃなかったっす、ね、うんうん、
まあなんかこの今スーパーライジンは割とこうアメリカとタイに割と絞ってね、今回ペーパービューってきたみたいな、ちょっと思惑、東南アジアとかね、そうね、うん、ところも見えるし、メガコータ選手はもう東南アジアでもうすごいらしいですからね。そうそう、半分ぐらいフォロワーがそっちの方の方らしいですよ、ね、うん、タイ人で知らない人いないんですよ。そうそうそう、そう、めっちゃすごいですよ、ね、ブアカオのとの試合すごかったからね、うん、もう黄色い声援だらけで、そう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 、なんかブアカオがすげえ申し訳なさそうな、うん、いや傷をつけてないよミラコータ君にはみたいな感じの、ね、なんかそうインタビューしてましたけど、ちょっとこの試合注目なんで、あのベッドチャンネルで私かけていきたいなと、マジですか、思うんですけど、はいはい、まあ、当然ながらですね、見ると、うん、三浦コータ選手の勝利が 1.19 倍なんで、でポンスンヌーンは 4.46 倍なんですよ。なるほど。ポンスンヌーン選手にかけてる方もいるってことですよね。いるいる。もう本当の勝負師だよ。片方のさ情報が全くないのにさ、よくかけられるよね。倍率だけ見てかけてるやつがいる。すげえな。まあだからそういう情報も一応あったんでしょ。そういうボクシングやってて20戦やってて15勝してるみたいな。もう今リアルタイム、リアルタイムでポンスンヌーンにかけた人いましたから。マジ。変わったんで。はい。まあ勝敗予想的に言いますと、うん、はい、これは天性は三浦コータ選手 KO 勝ちっていう予想。KO。はい、どれぐらい硬い、それ何パーセントぐらいだと思う？ 100% ですね。 100%？ はい、じゃ あ全部かけていい、これ俺いくら、ちなみにあの100ドル、100ドルいきましょうよ、100ドル全部かけていい、あのちなみに毎回気になってるんですけど、うん、何パーセントって聞かれた時100しか言えないんですか？100しか知らないんでしょ。いやいやいや数字、うん、100と0しか知らないじゃん。そんな感じですよ、ね、じゃあもう100かけます。100いっちゃいましょうよ、はい、100ドル。あ、もうできたんですか、それで。うん、いや、もうこれはでも硬いんですよ。こなれてますから、私。で、だって、なんて言っても、MMA やってるのはメラコータ選手ですから。まあね、MMA ファイターとボクサーはさすがに勝負にならん。そうだよね。うん、で、ちゃんとね、だから1戦しか結局なんだかんだできてないんですけど、うん、その間も、じゃあな、サボってたかっつったらずっと練習してたわけで、ね、うん、MMA やってきてるのはメラコータ選手なんで、ここはもう硬いんだよ。だから、これ、何倍ぐらいなんですか？ 1.62KO だったら。ああ、じゃあこれでもめちゃめちゃいいと思うんだけどね。確かに、うん、でもね、これまた直前になるとね、変わるから、直前まで変わるから。あ、じゃあこう止まるまででどこまでって感じなのか。そう、今 1.62 だけど、多分みんなこれかけて最終的に 1.1 とか2とかになるのもうザラにある。あ、じゃあみんなこれスルーしてもらった方が俺ら的にはありがたい、うんうん、ぶっちゃ的にはありがたい、ありがたい、ありがたい。あ、逆にそこまでいっちゃったらね、ポンスンヌーン選手、うん、大和田一本でありかもしれないですけど、ね、逆にね、うんうん、まあ、ワンパン当てれば勝つことはあるから、誰でも、ね、金太郎でも堀口に勝つことはあるって盛り上げてますから。確かに、ポンスンヌーンだって分かる。 そこに比べたら全然ポンスンヌーン選手が勝つ可能性ねあるんじゃないですかね。まあね、まあ、早速じゃあ次行きましょうか、はい、バンダサック VS 吉成名高。こちらこれ天使一番注目してます。え、バンダサック？バンダサックに注目してる。絶対吉成選手ですよ。そう、これ実は天使メイウェザー朝倉未来戦よりもこっちの方が楽しみです。おお、はい、まあ、でも一番これがなんか実力派の試合っていう感じがするよね。バンダサック本当に強いの？はい、でバンダサック選手って、マックスムエタイって言って、うん、今タイの方でかなり人気のある、うん、まあ興行なんですね。あのムエタイの興行ってルンピニとかラジャナブナとかあるんですけど、うんうん、割とそれって結構なんだろうな、こう球体依然としてる感じというか、昔っぽい感じで、うん、なんかペレレレレレレみたいな音楽流れながらやるみたいな、大会なんですけど、うん、マックスムエタイ割とこうリングで、はいはいはい、で、まあこの派手な演出みたいなのをしっかり作りながらやってるようなムエタイの、まあ試合があって、なるほど、その中の2014かなんかにチャンピオンになってるのかな、バンダサック選手って。ちょっと前だ、うんうん、だけどそこの中でもまあその後も結構勝ってて104戦ぐらいしてて、何勝ぐらいしてるかな、80勝とか、そうだね、そんぐらいだった気がする、うん、かなり戦績的にも全然悪くない選手なので、なで試合も見たんですけど、バンダサック選手、うん、めちゃめちゃ強いですよ。あ、本当ですか？何より打たれ強いし、うん、であとあの左のミドルキックの切れがとんでもなくて、うん、結構鋭い切りを蹴ってるんですよ。なるほど、うん、そうもいいなと思うし、あとね、肘、うん、肘か、ムエタイといえば肘なんですけど、うん、肘もうまい、うんうん、っていうのはすごく面白くて、なんかそのムエタイっぽい試合みたいなのがこの吉成選手って、まあ、ムエタイのね、うん、チャンピオンではあるんですけど、それがかなり今回はより濃く見れるんじゃないかなと思っていて、なるほど、まあ、結局バンダサック選手強いけど、はい、それも吉成名高をこう引き立てるのにちょうどいいなっていう感じなん、うん、っていう感じはね、やっぱり名高選手の方が格的には完全に上だね。そうなんだ。そうだけどムエタイの試合としてはすごく面白いものになるんじゃないかな、うん、打たれ強いんですよ、バンダサック選手、うん、だからなんか前までだと本当に一発二発当たると、そうだ、ね、倒れちゃうみたいな試合が多かったんですよ、名高選手、うん、バンダサック選手結構粘るんじゃないかなという意味ではかなりムエタイっぽい。なるほど、吉成名高を長く見れるかもしれない。それが一番価値があるんですね。そういう試合になるんじゃないかなと思ってるんで、結構注目してますね、はいはい、じゃ聞くまでもないけど予想はどうですか、はい、これ名高選手の何ラウンドですかこれ？ KO 勝利、
が何パーセント ?100%。ありえないんですよ。基本的にね、あの確率の話してそんなに 100% ばっかり出ることなんてありえないんですよ、本来。いや、ちょっと待ってよ。だからそれ俺がさ、例えば 30% って言って、うん、何になるのこれ。そうすると、だから100ドルかけるんじゃなくて、30ドルにしようかなとか話になる。そうそうそう。それもある。そこで考えてるんだから。それで、そう、トータルね、トータル勝つっていうね。うんううん、でもまた100ドルになりました、それで。いやいや、もうでも 100% ですよ。100%。じゃあ信じる。はい。でも結構あれですね、スイスイかけられますね、普通に話してる中でね。そうそうそう、うん、慣れてきて簡単だな。それ後で怒んのやめてね。あ、だから結構なんかこの見てくださってる、そう見てくださってる方でもなんかお前を信じる、なんか外れたら一生信じないみたいな、うん、あまりさ、それでさ、かける人がいるよね、うん、そう、コメントしてくれる方いるんですけど、お前信じる、インディアンですか、ね、嘘つかないみたいな。すごい方いらっしゃるんですけど、うん、まあそこで自己責任であの、まあね、やっていただいて、さすがにそこはね、はい、これ責任取れないですよね。点数 100% かつ 100% 強するって思ってるからね、うん、はい、責任取ってほしいと思ってないですよ、この貧乏なんで点数、うん、そう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 、責任は取れないです、ないところから金取れないところからそれをやるんで、はい、お願いいたします。じゃあ行きましょう、はい、じゃあ次の選手行きましょう、はい、次がもうあれですよ、え、もうメイウェザー VS 朝倉未来。もう行っちゃいました。来ました。はい。ですね、ここからは、レーダーチャートを公開していきたいなと思っております。うん、でこれ一回さ、勝敗予想やったけど、うん、はい、まあ、最新の情報を踏まえて、まあ、体重が関係ないとかね、はい、グローブが14スタートとか出てきたんで、うんうん、それを踏まえて、じゃあ、どうなるのかっていうお話を聞かせてください。そうですね。うん、そこがかなり今回、この動画でメインになってくるかなと思うんですけども、うんうん、まあ、ここのレーダーチャート、まずじゃあちょっと見ていきましょうか。うん、で、レーダーチャート見ていきますと、20ポイントの差です。20ポイント差があるレーダーチャート初めて見ましたね。そう。ね、これ、やばい、ね。高い選手1人分ぐらいですから、20ポイント。うん、そうだね。だから、兄弟で戦わないと勝てないそうだね。はい。で、まあ、このチャート見ていくと、まあ、この日本のチャンピオンクラスが5。うんうん、で、世界クラスになってくると最高値が10までありますよっていうレーダーチャートになってるんですけども、うんうん、だミクロ選手だから日本の、選手、日本チャンピオンクラスのパワーとか、うん、そういうものをしっかり持ってるかなっていう、うん、パワーは世界じゃん、もう日本超えちゃってるそう、うん、でパワーすごいですよ、なんか竹原選手とか、うん、畠山選手とか、うん、渡嘉敷選手が出てるチャンネルがあるんですけど、はいはい、そこで朝倉未来選手ミットを持って回ってたんですけど、うん、そこでのパワーすごくて、さすがにその世界チャンピオンだとびっくりするんですよ、うん、すごいねみたいな、そうだからパワーに関してはちょっとやっぱり抜けてるし、うん、体の使い方もめちゃめちゃうまいし、うん、で持ってるポテンシャルみたいなところもすごいんで、パワーに関しては問題ないと思うんですけど、うん、何よりもこれって3分3ラウンドボクシングマッチじゃないですか、うん、そこがかなりポイントになってきていて、はい、そうなってくると技術がかなりガクッと、なるほど、ね、日本の中でも平均レベルになってくるのかなという、なるほど、ね、むしろ平均レベルあるんですね、うん、今までボクシングやってなかったのに、いやそれはありますよ、だって、いくらその MMA だからといってボクシング技術全く必要ないかって言ったら全然そんなことなくて、うん、やっぱボクシング技術めちゃめちゃ使うんで、うん、そう、でもそういう意味でだけどやっぱりボクシングの技術って本当に深いんで、パンチしかない分すごく深いんですよ、うんうん、そう、だからそういう意味でいくとまあ3ぐらいになっちゃうのかなという感じなので、こういう風にね、レーダーちょっとなってくると、でさらにスタミナに関してもミクロ選手かなり、自分でも懸念している部分があって、まあ、サンプさんの方だからギリギリみたいな感じもあるし、もっと言えばあれルールだったらいつだよね、ブレイキングダウンぐらいのルールだったらもっといいのになみたいな話もちょっと自分でもしてたんですけど、短ければ短いほどいいって言ってた、そうだから MMA だと組んで休むみたいな展開とかって作れるんですけど、そうボクシングの場合3分3ラウンドとか3分12ラウンドとかって動き続けなきゃいけない、そうね、そういうことあんまり経験がミクル選手もさすがにないんで、そういう意味ではスタミナ的にもかなり、まあ、3手つけてるけどこれでもちょっともしかしたら結構厳しいかなっていう気もするぐらいの感じですかね、そうで、あとはこのメンタルがちょっとここは5ってつけたんですけど、はいはいはい、ぶっちゃ的にはどう思います、これ今のミクロ選手の様子見てて、うん、今いろいろ動画とか上がってるじゃないですか、はいはいはい、ミクロのメンタルどう思います、10じゃん、10なんだ、あ全然おお、だいぶメンタルは世界でしょ、全然ミクロ選手の今回メイザー戦に対するメンタル10、10はあると思う、お少なくとも少なく見積もって少なくともなのね10って少ないってなんだ、10がマックスつってる、少なくともね、すごいな、じゃあここ10に変えときましょう、変えといてください、うん、それぐらいもう研ぎ澄まされます、はい、確かに、まあでもなんか覚悟決まってる感じは、うん、まあ感じられますよね、なんか最近の様子見てて、うんうん、でも私あれだと思います、別に勝つため の心持ち心づもりができてるわけじゃないと思って、うんうん、え
なるほど。どういう、いやだからもうあのこういう感じで3ラウンド戦い切ろうって多分もう決めてるんじゃないかなと思ってて、ある種投げやりな感じ。そうそうそう、投げやりというか別に勝負をしに行ってる感じじゃないというか、やりに行くっていうのをもう捨てて、こういう風に3ラウンド戦い切ろうっていうのに、なるほどね、うん、そっちのメンタルが10かなっていう感じ。エンタメを成立させようとしようとするメンタルが、そう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 、メンタルが 10っていう。そうなんだよね。そもそもこれってエキシビジョンマッチなんですよね、うん、で判定がつかないもので、うん、KO をするかしないかみたいなところでしか結局なんかこう勝負のがないというか、うん、そこでしかこう決まるものがないという試合になってくるから、うん、そうだね。そういう意味で朝倉未来選手としては倒されなければ勝ちみたいなところが正直ある試合ですよね。戦いぶり、うんうん、印象としてどういう戦いをして三段運動を終えたら、うん、自分にがねこう褒められるかというかね、確かに活躍できるかというか、いうところをもう目指してやってるのかなって感じがしますよね。そうだね。それはちょっと言い過ぎじゃないか。本当ですか？に対してガチで勝とうと思って頑張ってるんだから。本当ですか？まあ日本人の代表として頑張ってる人にさ、その言い方はないから。まあ、そうですね。うん、何を扱ってるんだ。何を扱ってるか分かんないですけど。気をつけろよ。いやでもね、うん、でもなんか俺ここはね、すごく思ってるのは、うん、この朝倉未来選手、それこそパフォーマンス次第では、これインフルエンサーとしてやってるのか、うん、格闘家としてやってるのかっていうところがすごく出る試合だなと思っていて、うんうん、ここで変にメイド選手に遊ばれたり、うん、まあ、KO なんかもうバッて簡単にされちゃったりとかするような展開になっちゃうと、うん、あこれってもうインフルエンサー的にそれこそなんだ有名になりたいっていう思いだけで格闘技やってるっていう感じに見えちゃうし、ここでかなりのパフォーマンスをしたり、メイザーもちょっとびっくりするような一撃を入れられたりすれば、ミクル選手って格闘家としてすげえんだなって、格闘家がインフルエンサーやってるのか、インフルエンサーとして格闘技をやってるのかっていうこの分かれ道になる試合なのかな、実は。ね、じゃあひどい負け方したらかなりブランドがこう落ちるってことですか、ミクルのブランドが。そう、なんかそう今は格闘家が YouTube やってるとか、格闘家がインフルエンサーやってるって感じになってるけど、うん、変わっちゃうような気がするんですよね。いやでもボクシングだからね、ミクルは総合の選手だから負けたってしょうがないじゃん。そうだ、負けたってしょうがないんだけど、負け方っていうところね、うん、がなんかね、そう変な負け方してほしくないなっていうのはすごくあるっていう、うん、いや一発は当てるよ、なんかボディでもなんでも。で、まあまあね、であの一発が当たったからちょっと目の色が変わって本気になりましたねとか言って、俺はメイウェザーを本気にさせたって言い張ると思います。あーそれさ見たことあるね。それ見たことある、見たことある、あ見たことある、それ懐かしい。天心選手の手法なんですけどこれ。ああそれあるね。あるでしょ。いやでも確かにそういう作戦な気はする、ミクル選手は。だから肌から勝ちに行こうっていう感じでは正直ないかなっていうのは確かにあるね。一発当たればもうミクルの勝ちよ、うん、それをきっかけに本気になった、本気にさせた俺っていう話になるかも、うん、でしかも本気になったメイウェザーに対して3ラウンド逃げ切る、ね、そう、うん、それができればベスト、一発当ててあと3ラウンド、はい、私とさっき同じようなこと言ってるじゃないですか。でもそうだね、そうすると、うん、あの那須川天心を超えるってことになるんだよね。そう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 、結局本気にさせて那須川天心選手は逃げ切れなかったけど、うん、ここで本気にさせて逃げ切るっていうことができれば、那須川天心より自分が強いということになる。そう、それはなんかさ、それはいいじゃん。しかも勝敗つかずですか。ね、そうだな。ああ、それか。それを目指すよ、ね、そのメンタルが重要。そうだね。だからこの朝倉未来選手、なんか那須川天心選手と一緒にやるときさ、うん、ちょっとこうお兄ちゃん的な、あるね、うん、先輩風吹かせるとかある。だからそこは狙ってはいると思うんだよね。天心のが全然上なんだけどね、その実績的に。まあ芸歴というか、ね、格闘技歴でいったら歴もそうだしね、うん、そうだね、その世界規模で戦ってるって意味だよね。だからメイウェザーに対しても天心を超えたっていうところでね、うん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 、やっていくんじゃないか、やっていく、うん、だからここはだからまあ KO されるかされないかっていうところを予想するっていうことですね。まあそうですね。じゃあそれちょっと予想して、うん、それね、ベッドチャンネルでもあるから。すごいですね。なんかそういう面白いのもあるんですね。なんかあのね、KO っていうか、KO っていうかね、メイウェザーがダウンを奪うか、一度もダウンを奪えないか。なるほどね。あ、それだけしかないですね。だけ。ダウンを取るかどうか。ダウンは奪うんじゃない、さすがに。KO にはならないかも。いや。なるほど、なるほど。でもね、これテニスの予想は、ダウンされないんです。あ、本当。はい、されないって予想します。へえ。なんでかっていうと、メイウェザーのちょっと様子見てると、うん、なんかこう軽くやりますよっていう雰囲気をすごく常になんか持ってるんですよね。うんうんうん、なんかお前が本気で来なければ別に軽くやってあげますよみたいな雰囲気ではいるんで、まあ、それこそ本気にさせちゃった場合は分かんないですけど、はい、ただダウンされないって意味では別にやられないんじゃないかなっていう。そうですね、じゃあ何パーセントですか、ダウンを奪えない確率？100% です。もうさ、聞かなくていいじゃん。もう100しか返ってこないじゃん。鼻からもう。じゃあ100ドル、うん、あとはミクル選手だって KO 負けしたことないですか。そう、いや私俺そこ、KO 負けはないけどダウンぐらいはあるんだね。いやいや、ないんですよ。ダウンもない。ミクル選手はずっと聞かされたことないって言ってるんですよ。
攻撃で打撃で、うん、聞かされたことダウンそう今までずっと格闘技やってるのに聞かされたことのない朝倉未来でホコタテみたいになそう行きたいんだと思うんですよね。それ考えると多分意地でも KO されないと思うんですよ。KO というかダウン取られないんじゃないかなっていうそういう戦い方をするんじゃないかなと思って、うん、そうだからなんか本当に3ラウンドの終わりぐらいに朝倉未来選手多分一撃入れてあとはもう逃げ切るみたいな。多分序盤にやっちゃうとそれを3ラウンド続けられたらさすがにきついから、うん、結構後半の3ラウンドの後半ぐらいにちょっと見せ場をねそう一発ポーンって入れてあとはもうメイザーがちょっとピチってなっても逃げ切っちゃうみたいな作戦を取ってクリアしていくんじゃないかなっていう気はする、うん、だからメイウェザーもその雰囲気だし、うん、ミクル選手も多分その雰囲気はありがたいしで多分でそこでなんか見せ場を作って終わろうっていうのがまあこの試合なのかな、うん、気はする、うん、なんとなくそんな感じがまあ、ダウン奪えないはね、うん、2.4 倍だから結構お得ですよ。あ、本当ですか。うん。奪えるはどれぐらいなの。奪えるは 1.5 よ。あ、そうなんだ。おじゃあ、でもめっちゃ予想的にはどうなんですか。ダウン？いや、うん、それ奪えないでしょ。ミクルからダウン奪えるわけないでしょ。あれ、さっきは違うこと言ったけど。いや、ちょっとね、わかんないです。ちょっと怪しいですね。さっきから、立場が。そうキャラクターちょっとね、うん、怪しい。ちょっと安定させていこうね。うん、最近だからだいぶ安定してる。キャラにばらつきが出てきてる。典型的ミクルキッズですから。いいじゃないですか。いやまあでもいいですね。うん、でもこの試合結構まあ勝負になる可能性は高いかなと思うんですけど、うんうん、そのミクル選手がねどういうパフォーマンスを見せてくれるのかっていうところはかなり面白いところかな、うん、楽しみですね、うん。と思います。はい。はい、というわけでここまでご覧いただきましたけども、はいはい、まあ、ここまで勝敗者やってきましたけどどうですか。うん、いやまあちょっと楽しみになったかなって。もう 20% ぐらいの期待値しかなかったんですけど、うん、この賭けを自分でしたことで、うん、まあ自分のお金がどうなるかっていう、そのドキドキが加わった。まあね、あれ、純粋に楽しんでほしいんですけどね。うん、純粋に楽しめない人間なんですね。はい。こんなん楽しめないでしょ、あんまりスーパーライジン。そうですね。視聴者さんも多分あんまりいないと思いますよ、これで。このスーパーライジンで楽しめる人。本当っすか？ MMA が好きなんで、私は。うん、まあね、MMA は今回1試合ということで、うん、それ以外をね、ボクシングマッチだったりしちゃうからね。まあでもね、こうやってかけると感情移入できますよ。確かにね、それはあるね。ああ、うん、でも俺まだちょっと感情移入しきれてないんで。いや、やった方がいいんじゃないですか。いや、でもなんかいきなりやるのもね、ちょっと怖かったりするんで、うん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 、なんかお試しとかでできるのがあれば。ああ、はいはいはい。お試しなんかあんの？一応このベッドチャンネルって体験ログインっていうのができて。あ、できるんだ。そう。それを押して、ゲストユーザーを作成っていうのをやるだけで、うん、もう練習で100ドルかけられます。おお、マジか。うん。何それはお金はどこ？お金はこれは戻ってこないよ。これはもうバーチャルなお金。うん、ああ、なるほどね、うん。自分のお金にはならないけども、うんうん、その賭けのシミュレーションみたいなのできる。そうそうそう。賭け方はわかるから。なんかデイトレードでも最近そういうのあるよね。ある、ね、ある。FX、ね、ずっと昔からあるから。そう、同じ。その感覚ってことですね。うん、そうそうそう、ね。まあこれで練習はできますもんね。じゃせっかくだったらそれで、ちょっとね、逆進にかけてさ、うん、あの予想と反対の方にね、はい、させてもらって、はいはい。いや、当たるから、俺の予想は。100% ね、うんうん。MMA は外すけどね。こういうのは当たるかも。そう、立ち技多いし。そう、ぜひね、参考にしていただいて。そうですね。まあ、外しても文句は言わないように。そう、それだけは、まあ、勘弁してくださいって、ね。時々言いますから、本当に、うん。ガチでちょっと怒ってる人。それはやめてください。はい、いいですよ。文句でも何でもコメント書き込んでください。よし。はい、というわけで、ここまでご覧いただきありがとうございました。はい、こういうわけで、この4試合になっちゃったんですけど、スーパーライジン、我々も生配信していきますので、はい、そして、ライジン38もね、その後も、我々やっていきますので、うん、ぜひね、ぜひ注目していただいて、一緒にね、まあ、この、まあ、メイザー選手とか朝倉未来選手とか、そのエキシビジョンもありますけども、うんうん、それがどうなっていくのかっていうところをね、実際見ていただけたらなと思っております。はい。はい、では皆様の予想もぜひ、コメントの方に書いていただいて、全部私たち見てますので、はい、ぜひ面白いコメントお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、次の動画、生配信で会いましょう。バイデン！この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。みんな知ってた？セカンドチャンネルやってるよ。天水ファンに見てほしい動画がわっさわさ。格闘技 TV 天水にはスペシャルでお得なメンバーシップがあるよ。近くに格闘技ファンがいないあなたもここで一緒に盛り上がりましょう。ここだけでしか見れない限定動画や非公開の過去動画が200本以上見放題。月会費が実質無料になるクーポンを配布中。入るなら今。